カリフォルニアレゴランドホテルに着いたよ。これは明るい時。暗くて見えないな。あいにく夜の朝着で暗い。ドラゴンは本物のレゴでできてるよ。ちょっとレゴでできてる本当に。入ってみよう。こっちはレゴでできた小さなドラゴン。そうや、ダンスパーティーが開催していたよ。デフェス島にはいっぱいのレゴフィギュア。お花もレゴだよ。ほら、お花までレゴ。完成が止まるのはプライベートルーム。他にもナイトプレットルームがあるよ。いよいよお部屋へ。憧れのニランベッド。そう、どうせ今日ここで寝るんだよ。おさるちゃんがカジキュキの箱を守っているよ。インコがおさるちゃんになってるよ。バスルームレゴ。お風呂場もかわいいな。おさるちゃんの憧れの違う、アダルトキーパー。大人は入っちゃダメ。ネズミちゃんまでパイレーツになって。かわいいんだけど、見て。ここで寝るの。そうだよ。飾りももちろんレゴでできてるよ。こっち見て。ちょっとがいる。新聞もレゴ新聞。お猿の箱を開けようと思ったら開かない。え、知らない番号とか何も知らない。トレジャーハント、宝探しの紙を見つけたよ。で、このトレジャーハントの答えを見つけると、このお猿さんのチェストにあるこの箱、これを開けられるんだって。宝物が入っているのかな。よし、じゃあトレジャーハントに行こう。早速ホテル内で探検だ。レッツゴー。これまず1階に降りよう。1階とか宝探しの続きは次の動画で、後編も見てね。